手頃どちらで撮りましたか？ですね、今回はバリとタイと国内のどっか温泉地どこだっけ忘れちゃったんですけど、はい、3カ所の映像が入ってますね、はい、そうですね、普通のビキニタイプからワンピース、あとバレリーナの衣装を着てるんですけど、ここでもちょっと書いてあるんですけど、バレエを13年間やっていて、それでちょっとガチでバレエを踊っているシーンがあります。パッケージに載ってないあのベルガールの衣装のシーンがあるんですけど、なんかホテルのベルガールのコスプレ初めてしたんですけど、ちょっとあの演技ドラマチックになっていて、演技してるのでちょっと面白いです次だとあのここのお花のお風呂のシーンがあるんですけど、はい、ピンクの水着の上にレースのまた上にまとってきてるんですけど、はい、これちょっと湯船の中で脱皮していくので、はい、ちょっとそのちょいエロなシーン、はい、そこも見どころだと思います。柔軟性を生かした理由ですかねバレエ、そうですね、バレエの衣装じゃない時も結構くねくね動いてます一番過激だなと思って過激ですか、まあ、これですかね、やっぱ過激な。これどういったシーンで、これはちょっと目隠しプレーなんですけど、暗闇の中で目隠しをされて氷を食べているみたいなちょっとエロく舐めてるみたいな氷ちょっと誘ってるみたいな感じですかね。プライベートではそういうことしない。ああ、プライベートですか。あのアイマスクで寝ることはあるんですけど別にプレイとして特に、はい、これで楽しんでました。最近はあの血まみれロマンティックというアイドルユニットを組んでまして そうなんですよ、あのライブ活動をすごいよくしているので週1回2回ペースでやってます。なのでライブを見に来てほしいです、皆さんに。鈴木由紀100年連没で DVD を出しました。